どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グルインボーク、占領戦が、占領戦ベータが終わりまして、非占領戦期間なるものが始まったんですけども、その間は、キャラクターを強化して次の占領戦に備えようみたいな。で、その次の占領戦がいつから始まるかっていうと来週の火曜からっていうまっすぐ始まる感じなんですけども、この1週間でいろいろ分かりましたよね。派遣に出すキャラクターで、救出出すキャラクター育てとかないとダメっていうことが分かったんで、この1週間で、準備していこうという感じでございます。で、この1週間、それだけだとつまんないので、イベントが2つ来てます。この人を食らうもののカニキ編と10日編、昔来たやつですね。早速そのね、A をやっていこうかと思います。使っていくパーティーは前回と同じ、多分同じだと思います。はい、これでやっていきたいと思います。開始。今このイベントは、今この1年かけてやってきたイベント、今最初からなぞってんだけど、いいですか？この調子でいくと、RE のイベント始まるのいつっていうあ、いつ始まるの RE のイベント。これまた最初からさ、なぞっていく。スピード的にちょっと多分ちょっと早いと思うから、どうなんだろうな。2つずつぐらいやっていってくれんのかな。いや、わかんねえ。1年前も2つずつ来たっけ。金引き編と10日編は一緒に来たのかな。とりあえず殴っていくか。やることね、もう多分これノンストップでいけると思うんだ、最後まで。結局真ん中に俺はね、アタッカー置いて、両端は適当になんか前衛攻撃とか、前衛攻撃微妙かな、なんか1体ぐらいはその相手にデバフかけたり味方にバフかけれるキャラ置いといて、左は適当に俺は銃像置いてるけど、いつもハイサー置いてんだけど、ちょっとミスったな。こんな感じでアタッカーのスキルを貯めつつ、アタッカーで殴ってブレイクしたらなんか両端、こんな感じでね、全く考えながらやらないと両端のやつスキル貯まらないまま最終フロアまで来るっていうね。あれ、 BGM 変わってる。とりあえず殴ろうか。金木を殴って、デバフかけるのは金木でいいんだろうか。いや、でも殴ってない錦の方に、待って、重曹溜まってないじゃん。どういうこと。ちょっと待っ、はい、ちょっとあれだね、画面から指を離しちゃって、ちょっと相手のターンになっちゃったけど、やめて、めんどくさいことしこないで。画面から指離しやつな。これインボケって、全員の行動、アタックポイントが全部減ってても画面に指を置いてたらターン進まないのは多分みんな知ってると思うんですけど、今ちょっと喋りながらやっちゃったからねっていう言い訳をさせてくれ。殺しちゃっても問題ないですよね。今ね、さすがにね、喋りながらやってたからこれね、どうなんだろう。一回アキラ出そう。これアキラでブレイクするかな。するね。あー、待って、銃像で殴っときゃよかったっていうね。まだ全然慣れてないんだよ俺これに。金キングで殴って、これどうしよっかな、これどうしよっかな、これこれで飛ばないかな。金キの攻撃で、こっちの金キね、向こうの金キは飛んでくれてよかったんだけど、飛ばない。でもクリアできないことはないでしょ、さすがに。みんな前のインボケでだいぶキャラ育ってるし、さすがにね、そう、こうやって指を置いてたらターンが進まないっていうね、今デモンストレーションやってるんだけど、俺のだ。危ない、今クリティカル出てなかったら多分これあれだわ、スキル溜まってないパティのやつだわ。スキルのさ、RE モーションっつうのめっちゃかっこいいよね。悪く思わないでくださいよしよし、これあれかな、SSR なんだっけ、これ手に入るの。スキルフィニッシュしてね。金木が手に入ったから、これあれだっけ、強化素材っていうか、なんだっけ、いや違う、これ普通の金木だよな。
ああ、この金木、格ね出してたっけ、さっき。全然見てないけど。というわけでですね、今回は人くらもの金木編、昔やったイベントなんですけども、まあ、リニューアルされてリメイクされて出てきたよってことで、A をクリアしてきました。スキルフィニッシュを忘れていて、いつものことなんですけど、スキルフィニッシュ忘れててね、1個報酬受け取りたいんでまた行きたいと思います。はい、次回は10日編です。はい、ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。